福岡の須泉寺駅から千浜酒造まで無添加のもっこりを求めて歩いてます。川沿いに桜が咲いていました。あそこの工場を左に曲がってどんどん進んでいきたいと思います。あそこの山のふもとあたりに須泉寺駅があります。そこからただいま20分ぐらい歩いたところです。大学で左端の山のふもとあたりに酒造があるみたいです。先ほどのトンビが酒蔵まで案内してくれようとしています。あっちの方角のようです。あと3分ほど歩けばようやく求めていた千浜酒造のマッコリが売ってる酒造に行きます。あと3分ほど進みたいと思います。これ3分もかかりませんでした。着きました。お酒が試飲できます。とても美味しかったです。鼻に抜ける米のクリーミーな香りは良かったです。すごいものを見つけてしまいました。マッコリカス麹買います。あちらのお店で買った甘酒ソフト。
ミルク感の中にほのかに香る甘酒の香りと、またこの麹の食感もプラスされてとても美味しいです。